ホイス、今日はラルガクルガ倒していこうかなと思います。なんかね、倒すととりあえずスタンプがゲットできるっていう情報は出てるんですけど、なんか特別な報酬がゲットできるみたいなことを書いてあったんですよね。特別な報酬って何ぞやと思いまして、まあ、今回はちょっと動画にしてみようかな。まあ、本当に特別な報酬だったらこのまま動画にしていく感じでやっていこうかなと思います。まあ、ナルガさんはね、僕の一番好きなモンスターなので、さあ、どういう風にプレイングを見せてくれるか、楽しみですね。光らせる。わっ、くそー、距離感ちょっとミスったら、いや、なんだろう、くるって回ってきて、こっちに向かってくる技あるんですけど、ああいう、なんだろう、間合いを分かってる人とかだと、まあ、どのモンスターもそうなんだけど、この位置に大体モンスターが来るだろうみたいなところ分かるんだよね。これモンハンあるあるだと思うんだけど、そういうのを分かってたりすると、あ、私ってモンハンうまいんだな、みたいな感じに勝手に、こうやっちゃうんですよね。ナルシスとかよしわ、つってね。これ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 。大体この辺。タイミング、クソ合ってね。違うよ。今のはちょっと投資を使おうとしてたのよ。オッケー。めちゃくちゃ速くない？なんかあれですね。やっぱ、クエスト情報。ああ、もう10分切っちゃってますね。確か最初に戦った時って密林だったと思うんですよ。密林？違うわ。水没林か。ただ水没林って、やっぱ木がすごいさ、いっぱい生えてるやんか。あの、ナルカが戦う場所って。めちゃくちゃね、見づらいんよ。まあ、その見づらいところからの、このナルカのね、この黒い毛と、で、姿を隠しながら、そこから攻撃を繰り出していくっていう。この暗闇の中に光るナルガクルガの赤い目っていうのが、本当の真骨頂のね、戦い方なんでしょうけど、退社後はね、もうものすごく見晴らしがいいのよ。残念なことに。だから、こっちとしてはものすごく戦いやすいのかなって思いました。まぁ、ちょっとこれで、なんかスタンプか。スタンプはもらえるのは知ってるんやけど、これで豪華な報酬、まあ、特別な報酬か手に入るそうなので、ちょっとどんなものなのかちょっと見てみたいっすね。何が入るんでしょうね。特に何もない。お、新しいスタンプ増えてますね。あ、この4つなんだ。おー。ぜひともやってみてはいかがでしょうか。ここっすね。はい。つうわけで今日はこんな感じで終わるかなと思います。そんじゃ、バイバーイ。